胴体保存されている b c f m に456号機特別列車として運行されている2013年 b c f m に4型の製造時の形式図室内は図面左側から運転室マイナス2等室から乗降デッキマイナス3等室に持つ室とトイレ機関室から運転室の配置アップンツェル鉄道アブドムに455から56系機動車は スイスのアッペンツェル鉄道で使用されていた一等二等荷物合わせ作り機動車である。なお、本機は b c f m に4型の25及び26号機として製造されたものであるが、その後の昇号改正及び改版により、アブドムに4型55から56号機となり、現在では歴史的車両として保存されているため、当初形式の b c f m に 4型となっているものである。1892年に発明されたディーゼルエンジンは、欧州では1920年代頃から鉄道車両の搭載が始まり、スイスにおいても1912年製の世界初のディーゼル機関車に、ビンタートゥールのゲブリューダーサルザー製の機関が搭載されるなど、その開発に各メーカーが参加していた。一方、スイス国内では、 第一次世界大戦による石炭価格の高騰もあり、電化が推し進められていた。そのような状況の中、スイス北東部の私鉄であるアッペンツェル鉄道でも1875年から1913年にかけて開業したゴスサウアッペンツェル間 25.92km の電化を計画していたものの、資金の関係上を急速な電化が難しく、 運行コスト削減のため蒸気機関車牽引列車の一部を一旦ディーゼルエンジンを搭載した機動車に置き換えることとしてスイス国鉄の2等3等荷物、合わせ作り機動車であるスイス国鉄の CFM に4型と FM に4型をベースに 1000mm 機関の曲がり配線用に小型軽量化を図った機動車が PCFM に 4型として2機が導入された本形式である。この機動車は1910から20年代のアメリカで発達していた大型の構成客車の室内一端にガソリンエンジンを搭載したガスエレクトリックもしくはドゥードルバグと呼ばれる電気式機動車と同様の構成で、手機を直列六気筒のディーゼルエンジンとしたもので、二母の車軸配置で2機の主電動機を駆動しており、後に製造された 鉄道省の規範に36,450系電気式機動車とも機関方式の差はあるが同様の機器構成となっている。本機はその後1933年の電化や第二次世界大戦時の燃料油不足にもかかわらず、夏季等の増発列車や事業用列車の牽引に使用され続け、現在では称号改正と改版によってアブドムに 426号機となっていた機体が当初形式、基板の BCFM に456号機として、動体保存されている。なお、本形式は、車体、台車、機械部分の製造を、シグ、手機の製造を、デブリューダー・サルザーが担当し、主発電機、主電動機、電気機器の製造は、魔法が担当しており、 軽量化を図った車体に当時としては、大出力の機関を搭載することで、運転整備重量32トンで、最大牽引力4 9 0 k n を発揮する曲がり配線容器となっており、最急勾配37パーミルの路線で数量の客車を牽引可能なものであった。なお、各機体の製造時基板、1949年の海板後基板、製造年、 製造所は以下の通りであり、1956年にはスイス鉄道の客室等級の1の3等の3段階から1から2等への2段階への統合と、これに伴う称号改正により、形式記号も AC の3段階から AB の2段階に変更となったため、形式名がアブフムに4型となり、さらに1962年の称号改正により、荷物室の形式記号が F から D に変更となったため、アブドムに4型となっている。主機を車体内に搭載する様子、製造当時、1929年機関室内に配置された主機、2018年製造当初の運転台、1929年事業用、客車2両を経営する BC、BCFM に4型、アッペンツェルゴンテンバドカン、1929年。ありがとうございます。